どうも皆様こんにちは、馬です。今回はサイレントヒル2といえばこいつといったような、そんな看板モンスターともいえるレッドピラミッドシングの設定、そしてリメイク版での難易度ハードでのノーダメージ近接縛りでの攻略解説動画となりますので、まだクリアしていないという方はネタバレ注意です。レッドピラミッドシング。本作で最初に対峙するボスクリーチャー、大きな赤い三角形の被り物が特徴で、大なたを引きずっているため移動時には重い金属音が響き渡ります。序盤からジェイムズの幻聴としてこの音はたびたび響き渡り、ついにウッドサイドアパートでその姿を現し、その後のブルークリークアパートにてボスとして対峙します。こいつの正体は、かつてジェイムズが資料館で見た霧の火、裁きの跡という絵画に描かれていた怪物で、彼自身の自分を罰する存在を望むという潜在意識が絵画の怪物の姿を借りて具現化した存在です。この絵画自体は昔サイレントヒルで行われていたとある風習がモチーフとなっています。昔この土地では罪人を罰する行為が人目につかぬよう、霧の深い日に、そして処刑人の匿名性を保つため、またその行為が正義の名のもとに行われているということを示すため、三角形の兜をかぶり処刑を行っていた、そんな当時の風習をイメージしたものとなっています。作中でのボスとしての戦闘は2回。まずは初戦、ブルークリークアパート戦を解説します。通常攻略の場合には、基本的には距離を取ってハンドガンを連射していればまず負けることはないため、ここまでで弾を温存できている方は頭部の被り物に重点的に弾をぶち込んでください。ただ結構な弾薬を消費するため要注意です。では次に、木材のみを使った近接武器縛りの攻略です。まず戦闘が始まったらこの位置まで誘導し、オブジェクトの端の引っかかりを利用して2回殴り、バックステップで回避。その後2回殴り、さらにバックステップ。あとは攻撃を誘発し1、2回殴る。これを繰り返すことで第1フェーズが終わります。この時三角頭の正面での立ち回りを心がけてください。第2フェーズ移行中は最短入力で4発殴れますが、3発入れられれば十分です。その後は高確率でつかみ攻撃が来るのでサイドステップで回避。以降は隙の大きい振り下ろしやつかみ攻撃後に殴ることで安定して倒すことができます。第2フェーズは移動速度が上がるので、十分に距離を取って必ず三角頭を視野に収めるような立ち回りを心がけましょう。ちなみにどうしてもノーダメージクリアが安定しないという方への朗報です。実はこの初戦次元イベントになっているので、逃げ切ることでも戦いを終わらせることができます。動画のようにフィールドの外周を回るようにしてひたすら逃げ回ってください。
お次はレイクビューホテル裏世界にて、全てを知ったジェームズが迎えた三角頭との最終決戦。I know what you are. I know why I needed you. It's all over now. メアリーに加え、エリーを殺害したことで背負う罪が一つ増え、それに伴い二体となっています。自分を罰するものは必要ない。その言葉を聞き、まるでジェイムスを試すかのように、二体の三角頭との戦闘になります。この2体の三角頭ですが、向かって左側の A、右側の B とで攻撃パターンが異なります。A は接近時の1撃目が素早く、続く2撃目がため攻撃。B はその逆で、1撃目のモーションが遅く、2撃目が素早い攻撃となっています。戦闘自体は片方の体力を削り切れば終了となるため、できる限り片方に集中砲火していきます。個人的なおすすめは A 狙いで、 B は一撃目の発生に猶予があるため、ある程度距離があれば回避を取らずとも走って攻撃範囲から逃げやすいのが理由です。では早速やっていきましょう。まず戦闘開始時に2体の三角頭は互いに左右へ移動するので、 B をカメラから外すように A に駆け寄り、一撃目をバックステップで回避、すぐさま攻撃。この時高確率で B が接近してきているので、B のいない側へサイドステップし、2撃目をかわします。ここからはフィールドを回るように移動し、A だけを狙い攻撃していきます。動き回ってると、A と B がどっちがどっちかわからなくなりますが、1撃目が遅いのが B、もしくは、ここで A に2発以上ダメージを与えていれば、槍投げによる攻撃が追加されますので、この2点で見分けます。あとは皆さんの動体視力と反射神経の見せ所です。槍投げは槍を回収する時を狙って 1,2 発、その後は必ず追撃が来るので回避。ダメージを与えることに A の移動速度が上がりますが、落ち着いて回避をしていってください。1体に集中砲火する理由としては、2体ともにダメージを与えてしまうと両方とも移動速度が上がって回避が難しくなるため、基本的に B には手を出しません。いかがだったでしょうか。今回の動画がもし参考になれば、ぜひとも高評価、チャンネル登録をお願いします。もし好評であれば、他のクリーチャーに関しても同じように近接ノーダメージ攻略動画を上げていきますので、ぜひともコメントの方でご意見いただけると幸いです。また、当チャンネルでは基本的に配信活動をメインに行っていますので、通知をオンにして、ぜひとも配信に遊びに来てください。では、本日の動画、ご視聴おつうまでした。